はい、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回はなんとあのシンガーソングランナー水さんにお越しいただいてます。お邪魔します。さあよろしくお願いします。よろしくお願いします。歌ランチャンネル、はい、歌ランチャンネルって言っていいのかな。歌ランチャンネル、はい、すごいですね。いや皆さんのおかげで何とかやっております。はい、はい、ということで、もし初めましての方がいたらぜひ概要欄に、貼ってありますので歌ランチャンネルチェックしてもらえればと思うんですけれども、多分今日本で一番登録者数が多いランニング系 YouTuber さんといっても過言ではないんじゃないかと勝手ながらというか事実を思っております。ありがとうございます。スイちゃんとの出会いは結構長いですよね、はい、そう長い、うん、なんだかんだで、うん、白馬で一緒にイベントやったりとか、そう、そう、初め、ね、ラントリップのイベントでビールを最後ゴールで飲むっていうイベントの時に大森さんいて、はい、ラントリップの社長とは思わずねこの感じだからこの感じだからね、そう社長とは思えないですよね。ビール飲んで青年かと思ったらね社長だったっていうのでね、はい、ね、やってましたよね、はい、今日はスイちゃんのこといろいろ聞きたいなと改めて思いまして、はい、たくさんちょっと質問を用意させてもらったんですよ、はい、のでそれについてちょっと答えてもらいたいなと思っております。はい、結構これご覧いただいている方もスイちゃんのことをもっと知りたいっていう方も多いと思いますので、お願いします、はい、知って私も知って、はい、ということで、はい、冒頭にシンガーソングランナーということで申し上げたんですけど、はい、当然歌を作って歌われてた方が走り出したっていうことですよね、はい、はい、でもうサブ3もされてしました。ちょっとえげつない結果を残してる方なんですけどそもそもちょっと今ねいくつかある中で、はい、走り始めたきっかけ、これいろんなところで答えてるかもしれないんですけど、はい、ちょっと簡単に教えてもらえますか。これはただのダイエットのつもりでね始めました、はい、人生でいろんなダイエットしましたけど、はい、ランニングもその一環の一つだったんですよね。そうなんだ。こうたまたま一人暮らしを始めた時に目の前が、はい、本当に目の前が荒川で、うん、本当に体重がこう今より12キロぐらい多かったんで、おー、結構ね、想像できない。結構だからもう昔の知り合いに会うと痩せたねって言われて、ね、いや自分としては10年かけて12キロぐらい落ちてるから、はい、あ、そこそこ、そう1年に1キロぐらいだったんです。だからそんなにこう痩せた感覚はなかったんだけど、やっぱ言われて昔の写真見ると、はい、あ、やっぱやばかったなぁ、ぽちゃんとしてたなぁみたいな。僕10年かけて13キロぐらい増えてます。はい、あ、逆にね脂肪が増えてますね。だいぶちょっとわがままな感じになっちゃってます。さすがにね、箱根の時はやっぱ絞ってますけどね。でもダイエットがきっかけで走り始めたと、はい、とただ痩せたかっただけで走って、だからそれこそ初めはちゃんとした靴じゃなかったですね、シューズも。あ、うん、そうなんだ。フィットネスシューズで走ってたんで。あ、そうなんですか。ダメってやつ、うん、足壊すよってやつね。そうですよね。はい、それがなんで今こんなところまで来られたんですか。そうで、それがたまたま荒川という川だったんですけど、荒川で大会が開催されるんですよね、いろいろと、はい、フレンドリーだったりとか、あとは、ね、タートルマラソン、はいはいはい、でタートルマラソンでまず走ってみたらって言ってくれた人がいたんですよね、ランナーの方で、はい、でそれで私もドキドキしながら10キロなんて無理と思いながら、うんうん、エントリーをしたっていうのがきっかけで、はい、そしたらまあその大会出たらゼッケン送られてくるじゃないですか。ゼッケン送られてきますね。じゃあゼッケンの虜なのかもしれないですね。ゼッケンに高揚感がすごい忘れもしない。そんな人いる？いや、いるのね。僕ちょっといろんな方のランナーのモチベーション聞いてきましたけど、それは初っすね。そうか、いまだにやっぱゼッケンはすごい好きかもしれない。ゼッケンに高揚感覚える、はい、そうなんですよ。いまだにね、これなんかね、好きですね。だから本番が一番やっぱ早いのは多分ゼッケンのおかげかもしれない。ゼッケンをつけると、そうなんだ、こうなんかちょっと変わるというか。へえ、なんか、はい、幼少期に何かあったんですか。逆に何もなさすぎたんですよ、私は。そういうことか、はい、マラソン大会とかで別に結果残すこともないし、うん、部活もなんか、うん、結果を残したこともないし、これといって目標にしたこともなかったから、ゼッケンをつけて自分が選手になって、そういうことか、スタートでドーンみたいな、はい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 、それがすごくやっぱり、なるほどね、なんだろう、そっかそっか、青春って感じがしたんですよね。で走ったら練習では全然60分切れないぐらいだったのに、初めての10キロで53分で走れたんですよ。あ、レースでね。レースで、送られてきたハガキを見て、うん、え、53って嘘じゃない？だって60分つらかったのに、いつも切れてないのに。そう、うん、だいたい大会ってハーフマラソンがメインだったり、ね、50キロというよりはハーフのタートルもハーフがメインの大会だったので、うんうん、私もハーフ走ってみたいなと思って、ハーフマラソン出て、でそこから
フル目指して、フル走ったら100キロがあるなと思って100キロ走ってみたいな。そうそう、距離はもう行ったからタイムを目指してサブスリー行ってみたいな。そうですね、もうだからダイエットなんて全然もうないわけです、ね、もうないですね、もうね、はい、むしろ走るために食べるみたいな。そうですよね。そうそうそう、痩せたから走れるようになったんですか、それとも走ってたら痩せてったんですか。走ってたら痩せてたというか、なんか精神がこう結構ぐらついてたの多分、あのだからその不安とかを結構解消するために食べるっていう。あ、なるほどなるほど。そういうタイプの、なるほど、食事でこうちょっと太ったタイプだったんで、ランニングをやってすごいこう精神的なものが落ち着いて安定してって、はあ、すごい。そうだから本当ランニングをおすすめなのがこうダイエットのためというよりはこう気持ちを整える。なるほど。なんかよくこう体重とか増えてる人にありがちな、はい、食べたら罪悪感があるとか、うん、罪悪感があるとかすごい気持ち分かるんですけど、うん、こう食べたら走ればいいっていうちょっと逃げ道があるだけでも。そうですよね、罪悪感なくなりますよね。なくなるし、うん、あとはなんか嫌なことあったらじゃあちょっと走ってスッキリするっていう、確かに確かに、ストレス発散方法も食べるのが走るに変われば全然変わってくるじゃないですか。なるほど。本当ランニングが整えてくれたっていう感じ。なるほどね、うん、要は運動量によって痩せたっていうよりは、うん、精神的に安定したから、うん、食べなくなって結果、まあ、運動もしてるし絞れていったっていう。へえ。ある意味普段の食事の量は昔より多くなってて。あ、そうなんですね。昔やっぱお米食べるのとかも怖かった。あ、そうなんだ。太る太る、炭水化物は太ると思って。でも今はもう朝から結構大盛りご飯食べて。そうなんですね。今めちゃ幸せじゃないですか。そしたらだからね、昔その時苦しかっただけあって、今はすごい、うん、あの良くなってよかったな、うん、幸せだなって。だからなんか幸せってもうみんな本当は幸せっていうことを気づけたっていうか、走れることが幸せだし、うん、こうね、ご飯も食べれることが本当は幸せだし、ね、そう、なんか自分で勝手に追い込んでたっていうか。そういうことですね、うん、いや、いい話だったな。ありがとうございますいや、ちょっと次行きますよ、はい、いいですか、はい、ちょっとまあランニングと音楽がね、はい、両立されてるっていうところがやっぱ杉さんのポイントだと思うんで、うん、ランニングが音楽に与える影響とか、うん、音楽がランニングに与えてる影響とかそれぞれあると思うんですけど、うん、なんか杉さんの中ではそれはどんな風に捉えてるんですか。そうですね、なんかやっぱりランニングをやってで、うん、音楽作る音楽もすごい変わってきたんですけど、はい、それってやっぱ歌う場面が変わったからメッセージ性もちょっと変わってきた部分もあるはあるんですけど、うんうん、昔からこう歌い始めた時から、はい、まあ、人の役に立つような歌が歌いたいなって。音楽をやりたいというよりは自分の自己表現で誰かがこうなんか少しこう救われたりしたらいいなって思って歌い始めたんですけど、でもやっぱりそうさっき言った話みたいにちょっと自分もちょっとなんですかね、病んでたというかちょっとネガティブな部分がすごい結構強かったから、はい、ちょっとそのメッセージが弱かった部分があるかなっていうところで、なんか昔は私も辛いけどさ一緒に頑張りましょうみたいな曲が結構多かったんだけど、なるほど、なるほど。やっぱ自分がこうランニングとかをやり始めて、はい、やっぱり引っ張ってもらえば楽引っ張ってもらった時の方がやっぱりそういう人も辛いことに目を向けるよりは楽しいことに目を向けた方が人間って進むじゃないですか。そうですね、そうですね。それをそういうので歌詞とかも変わってきた。なるほど。もうペーサーの後ろめちゃくちゃ楽ですよね。楽、そう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 。私はペーサーになるから一緒に行きましょうみたいな方が今はなるほど。音楽もそうかなって。あ、じゃあもうだいぶ変わってきてますね。だいぶ変わってますね。なるほど。音楽に関してはね、どっちがいいとかじゃないんだけど、今はそういう曲調にはなってきたかな。なるほどですね。奇跡の裏側っていう曲が僕はすごく好きなんですけど、ありがとうございます。あの歌詞もね、めちゃくちゃ良くて、その辺もうまさにあれですよね、はい、ちょうどこの後ですけど、サブ3を達成する前ぐらいの曲だったかな。そうですね、サブ3を目指した時、そうですね。ですよね、うん、それもまさにその時のこう心理状態が影響した曲っていう感じですか。そうですね、本当あの辞めたい、辞めたくない、辞めたくないっていう感じがあるんですけど、だいたいみんな苦しいことやめたい、やめたい、逃げたい、逃げたいです、けど、はい、でも逃げたくなくてその先にあるものを知ってるしね、そういうところは入ってるかな。努力しないとやっぱり自分のね捨ててから得るみたいなね、はい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 、そういうとこですよね。なるほど。苦しんでから、うん、逆にこう音楽やってることで、うん、なんかランニングに影響してることってあるんですか。そうですね、音楽がランニングにっていうのはやっぱり音楽があるし、音楽で伝えたい部分があるからランニングを頑張れたってところが大きいですね。あ、そうなんだ、
なるほど。自分の歌を聴いてもらって、うん、じゃあ私がこんなに目標に向かって頑張りましょうよって言ってるのに、はい、全然頑張ってない、うん、そうか、そうかそうかそうか、そしたらおいおいお前が頑張れよって言われちゃうじゃないですか。まずお前頑張れよって言われちゃうから、だから私はやっぱり人にこう伝えたいと思う部分があるならば、人よりも一段と努力をして、なるほど、ね、結果を残して、ほら私もできたんだから、こんな私ができたんだから一緒にやれるよって。いや、分かった。スイさんの、はい、あの YouTube のチャンネルがあんなに多くの方から応援されているのが今分かりました。本当ですか。そういうことですよね。私が一番頑張るからをまさに体現してるじゃないですか。いやでも、いや意味わかんないですもん、その5キロ TT を過去の自分と競ってる動画とかたくさん出されてるじゃないですか。そうですね。それを自分で解説するっていうかなり新しいスタイル の動画、あれとかすごい歯食いしばって自分が2人頑張ってるとか、ね、そういうことですよね。はい、1個で、あの初めこの大森さんに解説してもらってるのがあるので、はい、ありましたね、あれ。ぜひちょっとリンク貼ってもらっていいですか。箱根ランナーにね、あれ当初ですね、何年前、2年前ぐらいかな、 2、3本目のぐらいの時に。そうですよね、うん、いや超えられなかったんですけどね、結構ね。そうですね、ありましたね、うん、いや、なるほど。いや、ちょっと今すごい面白かったですね、はい、走る時に、はい、スイさん曲聴いたりするんですか。そうです、私はね、曲を聴くというよりはラジオ聴いてて。ああ、そうなんだ。ラジコで、ラジコで、うん、ああ、そうなんですね。自分の趣味がやっぱり偏っちゃうんで。そっかそっか。流行りの曲というよりはやっぱ自分の好きな曲聴いちゃうタイプだから、うんうん、ラジオでこうふと流れた曲とかを聴いたり、うん、なるほど、まあ、なんかその解説とかでね、ああこういう人が今いるんだなとか、そういうのを情報を得るために結構ラジオ。なるほど、いいですね、うん、なるほどね。いや、ありがとうございます。まあでもやっぱサブスリーをされてるっていうところは、はいはい、これご覧の方も結構気になってる方多いと思うので、うん、サブスリーするとどんな気持ちなんですかっていうのをちょっと聞かせてほしいです。サブスリーした時はどうでした？やったーって感じだったんだけど、あ、なんだろうな、うん、逆に言うとこれで練習ちょっと解放されると思ったかもしれない。やっと解放されるみたいな。あの本当にサブスリーするための直前3ヶ月は、はい、まあ、あの森田美希ちゃんコーチに全部メニュー組んでもらって、それ以外は全くやってないんですよ、うん、だからなんていうの、全くなんていうの、例えば友達とエンジョイランとかもしてないんですよ、はいはいはい、決められたタイムで今日が5分で何キロだったら5分だし、4分15で何キロだったら4分15だし、はい、っていうのしかやってないから、もう言われたことを言われた通りにやると、はい、だからエンジョイランってたまにあったんですけど、その誘いが、うん、誘いあるでしょうね。私は自転車で行きましたから。私は走れない、もう変なフォームとかそれ言われたこと以外は絶対やりたくないから、私は自転車で行って、そう、一緒にどっか行くならみんなが走っても自転車で行って、決められたことしかやってない。マジでアスリートじゃないですか。もう後悔を1ミクロもやっぱしたくなかったから。すごいね。そっか、なるほど。あのエンジョイランとかできるなって思いましたね。やっとこれで誰かと一緒に遊べるっていう、何も練習を考えずにできると思ったかも。練習がすごいきつかったというよりは、はい、なんかもう何動かせないことが結構、まあ、うん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 、そっか、うん、じゃあ結構やらないことも決めてたんですね。あ、そうそうそう、やらないこと決めてましたね。だから距離はそんなに本当走ってなくて、みんなにびっくりされるけど、10月に300、11月に200ちょっと、12月も200ちょっと で1月もまあまあ調整してだったんで、そんなに本当びっくりされるぐらい距離はね、そうですね、うん、なんか300、400とか500とか踏んでるわけじゃなくて、そうそうそう、あ、じゃあめちゃくちゃ効率的にいいトレーニングができてたってことなんですね。本当森田美希コーチのおかげなんですけど、ちょっと美希コーチもなんか概要欄に、ね、うん、はい、貼っておくので見てもらえればと思いますけど、マジできついですよね、うん、はい、あの人のトレーニング。トレーニング、ね、そう、筋トレとかは出たからきつかったかな。本当きついですよね、うん、まあ、彼女ができちゃうから ね、 そうですね、もうそうパンパンって動きが ね、 すごい綺麗ですよね、うん、足もめちゃ長いしね。そう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 、あ、じゃあやっと終われるっていうのがサブスリーした時の、そうですね、思い思いです。やった。あとはまあ本当にみんなに報告できるなって、そのそうですね、ウタランチャンネルでずっとできないできないって言ってたから、みんなにやっとできたって報告できるっていう、そこに行くまでにもうやめたいなとか、うん、心折れたりとかっていうことはなかったんですか。はい、まあ、練習はしたくないなっていうのはもういっぱいありましたけど、やっぱ私短いのが嫌いなんで、あ、インターバルとかインターバルとかやっぱりやりたくないはもうめちゃくちゃありましたけど、もうね、ミキちゃんがでもやっぱいたから本当大きくて、耳で聞こえるんですよ、
をなんかやれって言われてそうじゃないみたい なんかそのフォームとかもやっぱ教えてもらったりしたんで、はい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 、踏んでみたいな、はあ、そう目をつぶると声が聞こえてくる、声が聞こえてくるやいい結構やっていただいたんで、ね、そうですね、だから二人三脚で本当サブスリーはできたなって、だからやりたくない時はもうミキちゃんが現れてたみたいな、会ってないけど月に1、2回しかこう見てもらってないけど、あでもそれでも、うん、それでもね、しっかりやっていただきましたね。あすごいですね、うんうん、そうなんだ、なるほど、いやでも良かったですね、はい、それやってからもうそのタイムに対してのモチベーションってなくなったりしてるんですか、それとも、なくなったと思ってたんですけど、で、まあ、コロナのね、ウィズコロナ時代にもなって、はい、なかなかこう外で走れない時期も結構長かったし、はい、で5キロぐらいしか走ってなかったんですよね、はい、当時、うん、で、まあ、だんだんみんなも走るようになって、で私も、はい、じゃあ皇居で久しぶりに友達と20キロって言った時に、うん、まあ辛くて、うん、私なんか人と走れなくなっちゃうこのままじゃと思ったんですよ。あ周りもやっぱりみんな結構やってると早い人多いですよね、そう仲いい子が多いから、うんうんうん、みんなと一緒に練習した時にすっごい面白くなくなっちゃうなるほど、これはまずいぞと思って、だから今はそうイージープラス、まあでもやっぱりスピード練習も入れとこうと思って、なんか楽しみながら今目標のタイムというよりは、うんうんうん、みんなと楽しく走るために練習会とか誘われた時に自分だけ走れない惨めなのを何回か繰り返したので、うんうんうん、やってなさすぎて、なるほどなるほど、だから今はだんだん戻ってきて、なんか楽しくみんなと練習するために練習するみたいな。あそうなんですね、うん、そっか、うん、いいですね、じゃあまたモチベーションが変わってきてるんですね。そうですね、なるほど、うん、ありがとうございます。じゃあね最後の方ですけど、あでもさっきちょっとあったんですけど、ランニングの良さとか、はい、ランナーで良かったこととかって、はい、どの辺ですか、はい、私ってこう目標とかもなかったって話さっきしたんですけど、うんうんうん、だから目標がないから計画性っていうのが全くなかったんですよ。ほう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 、この時までこれやるって決めてないからこう計画立てられないじゃないですか、うん、音楽もだからやってるって言っても、うん、ここで行きたいっていうのはあるけどそこに計画性は全くなかったんですよ、うんうんうん、でもランニングをするようになって、はい、じゃあフルマラソンがあるからここでこういう練習しよう、こういう練習しようとか、うんまあ、それこそカレンダーに書き込み始めたりとかして、うんうんうん、なんか知らず知らずに計画を立てるようになる生活ができて、うん、あ計画を立てることの大切さとかを教えてもらったなっていうのが、なるほどですね、うん、ありますね。逆算して生活していくっていうことですよね。大森さんの得意なやつ3年後には会社はこうなってるからここで俺は頑張るみたいな大森さんが得意なやつそうですね、うん、それで僕は箱根駅伝に出たようなもんですから ね、うん、だからあとランナーになるとそういう話をたくさん聞けるじゃないですか。あ確かにそうかもしれないですね。私はそれまでは結構飲みに歩いて、うん、夜中も何軒か回るとかそういういい、ねはい、その日を楽しむタイプ、まあ、それはそれでいいんですけど、はいはいうん、それはそれで楽しいです、ね、いいんですけど、うん、だからなかなかこう計画性を立てる話だったり目標に対するモチベーションの話をするというよりは日々の楽しい話をして終わってたんですけど、はい、やっぱランナーになるとみんなのなんか目標聞けるじゃないですか、うん、来年はここの大会でこう出たいんだよねとか、あそうですね確かに確かにそういう話とかを聞くと自分もおのずとあ、うん、私もこういう風にしたいなウォントがすごいたくさん出てくるっていうか、なるほどなるほど、そういう人と話せることもすごいいい、あなるほどですね、うん、ああそういう確かにそういう部分もランナーの良さですね、うん、だから書き込み私のチャンネルでもこうコメントくれる人たちもみんなね自分はこうしたいと思ってるとか、うんうん、結構目標を言ってくれたりとかするんで、うんはい、そういう人とつながれることが結構良かった。なるほど、うん、ありがとうございます。その目標でもあっても、うん、なかなかそこに到達できなかったり途中で折れちゃう人って多いと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとこう水滴、はい目標の達成の仕方みたいな、はいはい、ちょっとコツがもしあれば、ね、すみません急に振りますけど、一言諦めない諦めないってことでいや逆に諦められるなら諦めればいいと思いますよ。あなるほどね、うん、なるほど、諦めていいものならばっていう感じで、うんうん、でも、うん、きっと諦めて一回手放してみてもやっぱりってなるなら頑張ればいいし、なるほどね、うん、それぐらい大事なものだった好きなものだった追いかけたいものだったって思えばいいし、私なんて本当音楽何回もやめようと思ったことやっぱりありますから、そうやめた方がきっと楽だって、ランニングと本当一緒ですけど、そうですよね、確かにね、やっぱり手放した方が絶対楽だと思ったけど手放したくないし自分は行き着きたい場所があるから、なるほど、あのただ続けてるだけで、うん、っていういい話本当いい話だないやいやちょっと今刺さりました。いや私も大森さんの話といい話だなって言ってますよいろいろ恐縮です
じゃあ最後に、はい、スエさん今後どんなところを目指してるんですかっていうのだけ、はい、そうですね、今後のビジョンとしてはもう、うん、私は紅白歌合戦に出たいんです。はい、出たいんですよ。マジでいいですね。紅白歌合戦どうやったら出れるかなって毎日考えてるんですよね。あ、でもこれもね、逆算すればいいですよね。そうですね、出るんで、はい、じゃどうしたらいいんだっけ。そうですね、やっぱりこう出るためにはいろんな味方をね、応援してくれる人をどんどんそれ、ね、増やして。そうですよ ね、 ね、そうですよね。なので皆さん応援お願いします。ですよね、本当だから、うん、ランナーの中で応援してくれる人がたくさんいて、はい、でランナーってやっぱり、ね、人口多いんで、うん、なんかそういうところで支持されてる人ってなるとまた次のステップも当然あると思いますので、ね、はい、そうですね、皆さんの応援がスイさんの、ね、力になりますね。なんかね、そう、一緒に私も頑張るからみんなで頑張った先に私も紅白があったりとかしたらいいなって、うん、私の歌でこういうことが実現できたんですって人が増えれば、うん、私もその道はどんどん近づくんで、いい音楽どんどん作っていいっす、ね、発表してって、なるほど、人の力になったら結果が生まれるんじゃないかなっていう。なるほど、はい、いやちょっとスイさんの曲聴けるように概要欄に貼らせてもらってもいいですか。はい、お願いします。貼らせていただくのでぜひ聞いていただいて、はい、ね、同じように勇気をもらっていただけたらなと思います。いい曲たくさんあるんでね、聞いてもらえればと思います。今日は、はい、こんな感じでお話しさせてもらって、はい、本当はあと2時間ぐらい聞きたいんですけど、またぜひ遊び来てください。お願いします。で、私のチャンネルでも大森さんをね、そう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 、話していただきますので、そっちでまたお話しさせてもらうので、はい、はい、ぜひぜひそっちも見てみてください。ということで、このチャンネルが面白いと思っていただけた方はチャンネル登録と、高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちします。どしどしお寄せください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。